はい、2929回始めます。6月19日水曜日入ったところですね。いや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 、時間かかるな本当に、京都新聞からですね、はい、またマッチングアプリ関係ですよ。これまた女性が被害に遭ってます。ホテルで女性の現金奪い首絞め投げ飛ばすということで、容疑の男を再逮捕。マッチングアプリで知り合うっていうことでね、はい、京都市、京都新聞からですね。マッチングアプリで知り合った女性から現金を奪って暴行したとして京都府警は、17日、強盗致傷の疑いで住所不定無職の男25歳強盗致傷罪などで、起訴を再逮捕したということですね、はい。再逮捕容疑は3月5日午後3時10分から3時50分頃の40分ぐらいの間で京都市、下京区のホテルで22歳の女性の財布から1万3000円を奪い、おとなしくしろなどと言って首を絞め、警察に通報しようとした女性を、投げ飛ばすなどして背中や顔に軽傷を負わせた疑いと、容疑については黙秘していると。25歳の男ね、2人はマッチングアプリで知り合ったと、この日が初対面だったということで、男は 4月から5月にも窃盗と別の強盗致傷の容疑で、東山署に2回逮捕されていたということで、いやとんでもない男だね。4月から5月に窃盗と別の強盗致傷の容疑で、2回逮捕されてたと。2回逮捕されてて、4月から5月に、そんで3月5日の午前3時10分から50分だから、その2回逮捕されるまた前の案件だね。これでまただから、この男短期間でマッチングアプリでどんどんいろんな人に会って、合計3件だけど、もしかしたらこれこうやってね、あの明るみになってないのも含めると、この男他にも何件か余罪あるのかも分かんないね。ということでね、あのマッチングアプリね、皆さんね、あの全く知らない男と会うのは危険だから、いや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 、あのもちろん悪いのはこれね、やった方なんだけど、強盗とかね、強盗致傷とか窃盗とかやった方がもちろん悪いんだけども、被害者にもならないようにね。だからマッチングアプリでね、いきなり初対面で異性と会うっていうのは危険よ、こうやってこの男なんか最初からこれ女性に会って女性が持ってきたお金、財布奪い取る目的で会ってんだから、これいや怖いよね。これ判別つかないよ、サイトのやり取りだけではね、アプリのやり取りだけではね、スマホのねでつながってる相手先の男が女がどんな人なのかっていうのは分かんないから、まずは見知らぬ人とそうやすやすと会わないっていうことですよ、会うにしても本当に長期間、3ヶ月とか半年とかじっくりね、マッチングアプリでね、品定めして、これは信用できるっていう場合はなるべく人目のつくようなところで、初回は会うとかね、3回ぐらいは会うとかね、2人っきりでね、密室とかいうのがこれ危険極まりないよ、その日が初対面とかいう人と、ね、肝に銘じていきましょうよ、ね、これ見てる方若い女性の方なんかほとんどいないと思うんだけど、ね、50代以降のおっさんが多いようだけども、おじさん諸君、ね、マッチングアプリ、ね、おじさんだって被害に遭うからね、これね、本当につつもたせとか親父狩りとかね、危険極まりないんで、マッチングアプリはね、近づかない方がいいですよ。終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。